ピースの角度は130度、どうもピクリネですという今回もね、かくれんぼやっていこうかなと思います。今回はですね、新しくブロックを買ったんで、それを使ってね、やっていこうかなと思います。よし、ということで、最初のマップはですね、このロタスみたいなとこなんですけど、僕はですね、まあ、サムネとね、タイトルを見てもらったらわかると思うんですけど、氷ブロックになっています。氷ブロックとかさ、強くないか、このマップ。なんかね、一回モアフローズンで氷ブロックやったら最強なんじゃないかなと思ったんだけど、モアフローズンだとどうやらね、選べないらしいんだよね。ってことで、ちょっと一回ね、ここ設置されよう。おお、すげえ！頭氷になってる、かわいいちょっと待って。めっちゃ可愛いんだけど、これ。ちょっと待ってください、これバレなくね、これ。バレなくないか、これ。え？大丈夫？え、なんか、多分だけど、モアフローズンとか、あとなんか氷のマップあったかな？多分そういうマップだと氷使えない。あ、ビフォアスペースか。ビフォアスペースもだいぶ氷あると思うんですけど、そこのマップだともしかしたら使えないかもしんないんですけど、まあでもなんでこのマップ使えるんだろうね。いや、それにしても氷ブロック強いだろ、これ。完全にこんなん勝ちゲーだろ、マジで。もうちょっと動き回ってても大丈夫なんじゃないかレベルなんだけど。せっかくだし探索しようぜ。氷ブロック動いててもバレねえだろ、このマップ。端っこにいればバレない説。氷ブロックで端っこにいれば一切バレない説あるんだけど、このマップ。いや、ま、バレなかったらバレなかったら暇なんだけど、あ、こことか氷になってるんだ。へぇ、え、絶対バレんやん、これ。絶対バレんやん、これ。マジで。動いてるわ、あそこ。え？あ、でもここちょっと3個だからバレやすいな、ちょっと。じゃあここだな。この辺に、いや、ちょっとここ違うな。さっきの場所が一番強かったんじゃないかっていうところがあるんだけど、とりあえずちょっと人が見えないところに行きましょう。ちょっとこの辺、この辺どう？この辺。はい。もうここ最強でしょ。もう完全にこれは。勝った。勝ち申した。オッケー。オッケーでしょ、これ。これ地味に色違かったりすんのかな？なんか周りの氷は透明だけど、俺のなんか濁ってね。いや、でもこれ多分あれか。みんなから見たらちゃんと透明になってんのか、これ。ええー、これ、ああ、バレねえよ、でも。でも全然バレる気がしねえわ、これ。あ、これいけるわ。もらったわ、これ。最強だわ。お、頑張ってるね、本棚。本棚頑張ってるね。やばい、これ。ついでにバレそう、これ。これ、追われてるついでにバレそう。まあ、見ないよな。うん。え、マジで強くねえ、これ。多分だけど、え、マジで見えてないでしょ、これ。もはや見えてないだろ、これ。あ、でもこれさ、最後の一人とかになるとさ、氷ブロックがどっかに入れたってバレちゃうから、周り見に来るやつとかいるんだよな、きっと。残り5人とかだったら、まだ全然余裕だと思うんだけど、残り2人とか1人になっちゃうと多分バレる、これは。めっちゃ暇だわってことで雑談するわ。あ、そういえば僕今YouTube の方でなんかスポンサーみたいのを募集してて、まあ別にスポンサーじゃなくてもいいんですけど、こういうハイド&シークのプラグインとかがあるんで、そのプラグインとか時間とかをちょっとマイクラ詳しい人に今手伝ってもらってるんですけど、まあいろいろ設定してもらって、自分たちでかくれんぼのマップを作って、まあそれでなんかオリジナルのハイド&シークをやろうと思ってるんで、まあもしね興味がある人はですね、まあ僕のツイッターやら何やらいろいろね確認してもらえたらいいなって思います。はい、よかったらねスポンサーになってくれたら嬉しいなって感じなんですけど、まあでもスポンサー月500円なんだよな。なんか24時間のサーバーを開いて、まあいつでも入れるとか手伝ってくれるみたいな人を募集して、まあ月500円ちょっと高いんですけど、とりあえずスポンサーの人は絶対入れるようにします。はい、月100円とかだったらねスポンサーにもなりやすいと思うんですけどね。1日ねちょっとジュース1本我慢してもらえれば入れるしね。500円となるとちょっとね、中学生とかね小学生になるとね、なかなかお金払うのに抵抗あると思うんですけど、とか言ってる間に残り4人で30秒。うえー、完璧。全く見向きもされない。マジで暇。マジで暇だ。ポーション落とそうかな、これ、あいつが。あいつが後ろ向いた瞬間にポーション飛ばしちゃう、みたいな感じで。でもバレなさそう。え？あ、やばい。おい、お前、やめろ。金床マジでやめろ。金床が、こっち来たせ。あ、でも大丈夫。大丈夫。はおい今危なかったな。今3人いたから今危なかったな。え？強っ。氷ブロック強っ。やべえわ、このマップで氷ブロックマジ最強だよ、ここ。いいんすか、しょっぱなからこんな勝っちゃって。ありがとうございます。次のマップ行きましょう。よし、ビフォアスペース来た、これ。ということで、氷ブロックなんと選べましたっていうことで、このマップで氷ブロックになっちゃったらさ、もう、負けようなくね、これマジで。うまいことをスポってはまれる場所さえ見つかったら、もう完全に勝ちゲーだよね。ちょっとここはきついかな。ちょっとここはきついんじゃないかなと思うんですけど、なるべく氷が密集しているところ、こっちじゃないから、あ、この辺とかどう？
こことか、あ、ここちょっと違うな。浮いちゃうな。やばいな。ハンター来ちゃうな。ハンター来ちゃうぜ。ちょっと待って。待って。もうちょい落ち着いてほしい。ハンターの方にはもうちょっと落ち着いててほしいな。どっち来る？ハンターどっち来る？ハンターの様子を伺って、ちょ、今作業台戦ってるから、後ろ向いてるから今のうちに行こう。後ろ向いてる今のうちに行こう。オッケー。オッケー。あ、ここで良くないか。もう。ちょっと待って、どこがいい、どこがいい、待って、いいところを探して、あ、こっち違う気がすんな、あ、ここだ、ここ最強、来た、オッケー、オッケー、あ、待って、あいつが行った、あ、待って、もっといい場所見つけた、ここだ、絶対ここ、100%ここだわ、これ、氷ブロックの見た目が、多分違くなければ、あ、待って、今バレたか、バレてないな、オッケー、はい、最強、かわいい。マジ頭に乗ってんの可愛いんだけど、ちょっとバレやすいかな、これは。微妙だ。いや、でもまあ、いける。これ目の前通るでしょ、これ。これ、ははは。最強すぎ。ワロリンティッシュ。まあ、あとは剣を持って構えるだけよ。いや、でも逆になんか、もう氷ブロックが、何？びっくりした。今、上通ってったな。氷ブロックが隠れてるっていう、情報はバレてるから、もしかしたらこんだけ怪しく浮いてると、すぐ攻撃される可能性があるんだよな、目の前だから。いや、すごいな。でも、もしさ、マップをさ、みんなで作るとしたらさ、なんかどういうマップがいいんだろうね。個人的に僕作りたいのが、まずね、和風のね、かくれんぼのマップめちゃくちゃ作りたいんですよ。お城みたいのを作って、そこでかくれんぼみたいなことをね、すごいやりたいなと思ってるんですよ、本当に。だから、もし本当になんか建築とかすごい得意だよっていう感じで、手伝ってあげるよみたいな人がいたら、まあ、ぜひなんかツイッターとかで言ってくれたら、まあ、スポンサーじゃなくてもそういう人は、まあ、ホワイトリスト入れたりして、まあ、協力してもらうっていう形にもなるかもしんないんで、よかったらね、お願いしますということで、まあ、まだプラグインのやつちゃんとできるかわかんないんですけどね。おすげえな。目の前でもバレない、最強っすわ、マジで。これ楽しい、これ久しぶりにこんだけ無双できる、楽しい。めっちゃ目の前通るやん、これ。サムネ撮っとけばよかった。もったいね。でもさ、サムネ撮ろうと思ってこうやってやるとさ、反撃できないからさ、なんで反撃しないのってコメントで叩かれるんだよな。まあ、知らんけど別にそんな。お、これ通るんじゃない？これ通るやつだ。もう今のサムネだろ、マジで。十分だわ。うわ、ポーション飛ばして。あ、ちょっと目の前から来るから、ちょっと今はダメだ。今はダメだ。まだダメ。あいつがどっか行ってから撃つ。多分上からだったらバレ、いやー、来るな。来るのか、それ。それ来るのか、それ来るのか。おい。すげえな、今の。最強か、マジで。なんだ、今のは。おー、今、さりげなく後ろ通ってったね。いや、ポーション打ちたいなって思うんだけど、なかなか隙が。テイス、オッケー。はい。いや、近くで音鳴っただろ、今、こいつ。こいつ、お前、ビビっただろ、今。これで、こう、おい。まあ、バレないよね、っていうね。残り10秒。あ、ここには止まってるわ、あいつ。よし、オッケー。完璧。はい。はい、勝ち申した。あざす。あー、危ない。危ねえ、お前。危ねえよ、お前、ほんと。次はですね、タウンスクエアリバンプドみたいなとこなんですけど、あ、ここってデフォルトで氷ブロック選べんのか？もう一人氷ブロックがいる。あれ、選べなかったよね。まあでも、このマップはまあ普通にバレにくいっていうのと、氷ブロックだったら、まあ決まってるでしょ。待って、めっちゃいるじゃん。え？まだ3人の氷ブロック。ついてこうぜ、せっかくだから。氷ブロックで固まろうぜの回やろう。ちょっと。どこ行った？あいつら。待って、どこ行った？氷ブロック？氷ブロックたち？氷ブロックらはどこ行った？え？消えた？え？あ、上か。今チラ見したぞ、今見えたぞ。上にいる。はい、無敵。ラピスラズリブロックより氷ブロックの方が馴染んでるな、これ。え、強くね？シンプルに強いわ、これ。まあ、せっかくなんでね、今日はね、こう隠れる時に雑談をね、いろいろしていこうかな、みたいな感じで。なんかよく僕さ、隠れんぼでさ、ここ最強とか強くねみたいなやってるんですけど、それやるとコメントで、いや、ピクトさんが紹介したからそこ弱くなる説みたいなこと言われたんですけど、まあ、確かに、僕がね、紹介することによって、知らない人はそこを使うようになって勝てましたっていう人も報告受けてるんで、まあ、やっぱバレやすくなっちゃうのかなと思うんですけど、まあ、そんな、外国の方、何？ちょ、びっくりした。今、話に夢中で気づいてなかったわ、反対いんの。まあ、そんなに、かくれんぼ日本人の方やってないでしょうって思ったけど、やってんのかな？どうなんだろう？まあ、みんなよかったらやってくれよなっていう。で、もし、もうなんか、どこのマップでも全部バレちゃったよみたいになったら、新しいマップ俺たちは作ればいいんじゃないか。よかったらね、スポンサーになって人集まんないとできないからさ、やっぱり。だから、こういう時に、まあ、チャンネル登録者がね、まあ、20万人超えてるということで、手伝ってくれる人も、
まあ、さすがに4人ぐらいはいるんじゃないかなっていうことで。このマップさ、なんでこんなハンター増えねえの？めっちゃ暇なんだけど、移動しようかな、もう。なんかもう最後の、もう一戦やればよくねと思ったけど、氷ブロックがあまりにもチートすぎて、次の3、待って、お前マジ連れてくんだって、そういうのマジで。行った、お前マジで、ほんと、逃げろ、俺はに、あ、二人いるからやめて、ほんとやめて、そういうの、良くないから、ほんと良くないから、そういうの、ほんと。ほんとマジで、あ、これやられるやつ、後ろにいたら殺される。あれ？後ろにいない？あれ？ちょろすぎか、このゲーム。マジで。チョロスケじゃん。あと10秒だし、さすがに逃げ切れるべ、これだったら。あと10秒だったら。10秒だったらさすがに、だってもう葉っぱも動いてるもんだって。葉っぱブロックですら動いちゃってるもん。惜しかった、オッケー。まあ、今日の動画はこれぐらいで終わりかな。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画楽しんでくれたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。引き続きね、いい隠れ場所とかあったら、Twitter のリプライとか動画のコメント欄で募集しています。ということで最後までご視聴、あれ？なんで2回言ったんだ？ということでまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。マジで氷強いな。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価もよろしくだぜ。説明欄にサブチャンネルや Twitter もあるので、そっちも登録してね。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃねばーい。その色や。絶対ここまで見てるやついねえよな。